皆さんニーローどうっすか。めっちゃ強ない。個人的に原神のキャラの中で一番コスパがやばいキャラが来たなーって感じですね。コスパがやばいっていうのは、まあなんか原神新しくデビューした人が、まあ武器とか生物とか、まあすごい手抜きでも強くなれるキャラランキングは第1位かな。武器もね、どうだろう。まあモチーフ武器聖剣の鍵を引けるのが、まあ一旦強いのはまあ当たり前なんですけど、まあ HP が上がるからね、とにかく HP マシマシにしたいんで。ただまあ、ぶっちゃけ、星1でも強い。星1武器のレベル1でもぶっちゃけ強いです。HP がめ上がる型手剣ってないよな、星3、星4で。まあ星5の万眼結録の HP20% 上がる効果とか、まあ聖剣の鍵ぐらいだよな。なんでもいいよ。もう武器ね、ニーロマジで武器なんでもいいよ。ほんま、適当でいい。で、生物もね、適当でいいです。マジで。洗顔2セットが、まあ、洗顔2セット、楽団2セットとかが、まあ、組めるんだったら一番なんですけど、まあ、ぶっちゃけセット効果無視していい。いや、簡単。HP パーセンテージで、検索して、一番強い花、一番強い羽、一番強い時計、一番強い杯、一番強い冠をつけるだけです。いや、浅いんだよな、マジ。いや、それぐらいね、コスパがいい。生物厳選いらないし、武器もレベル1の星1でいいから、コスパがすごい良き。テンプレベルも111でいいし、こんなコスパいいキャラおらんよな。で、星座も無凸で大丈夫です。まあ今日2凸するんですけど、まあそれについてはまた後ほど。で、なんでこれが許されるかって言ったら、ニーロー、やばい固有テンプがあったよな。軽やかに舞う衛星の夢っていう効果がさ、これ、結構やってることやばくて、なんかニーロを使うんだったら、まあ、チーム全員熟知マシマシの水元素草元素キャラで染めなきゃ、チーム4人とも全員熟知マシマシにしなきゃいけないんじゃねって思ってたんだけど、この固有テンプのおかげでね、ニーロの HP さえ特盛りにしてれば全員の開花反応が強化されるから、もうとにかく他の3人は賞味適当でよくて、まあ、好きなようにビルド組んでもらえばよくて、とにかくニーロを HP マシマシにしてれば開花が強い。それだけですね。浅い。いや、浅くはない。いや、でもね、めっちゃコスパが良くてね、いいですね。